お囃子は、江戸時代の幕藩体制の下で領主の管理下に属した山林のこと。お囃子は、本来江戸幕府の官状奉行あるいはお囃子奉行の管理下にあった幕府直轄の山林を指すが、諸藩にも同様の山林があり、こうした山林も抗義のお囃子に含まれる。もっとも諸藩の山林では、お囃子の故障を避ける傾向があった。諸藩のお囃子については、 以下の名称が用いられていた。こうした山林は、林業的な観点からお囃子として設定されるものと、地産、地水、暴風、防災のなどの観点からお囃子として設定されるものがあった。また、自社の経代流や古代から、金利御領として続いた山国号も、お囃子に準じた存在であった。当初、幕府や藩は山林を保護するよりも、 城などの材料としての材木を確保するために山林の木々を伐採して荒廃させてしまう傾向が強かった。だが、17世紀中期の漢文年間を境として、こうした森林資源の確保と高級的な維持の必要性から山間部を中心にお囃子の設定が進められるようになった。特に江戸幕府が飛騨山藩主の金森氏を違法させてまで五両として確保した。 日田国や天城山、椎葉山、終わり半量であった木曽谷など地域全体が、お囃子に指定された地域もあった。お囃子には、幕府や藩から、代官や役人が派遣されて管理が行われ、領主が必要とする材木の確保や犯罪性に資する、ための売却のために伐採されたが、災害などの特別な事態に際しては、領民のための材木伐採、払い下げなどが行われることもあった。 18世紀に入ると植林などの人工増林なども行われ、伐採によってお囃子が荒廃することを防止する作業が行われたほか、領主権力を持ってお囃子を拡張、囲い込みして面積を増やすことも行われた。現地に住む領民に対しては、下草銭と呼ばれる小物なりや、それに類した妙が、運状を収めることで下草、加齢だ、倒木などの採集を認める場合もあり、 また、お囃子の保護育成の実務を委託された村では、作業と引き換えに、無償の採集が認められる場合もあったが、その一方でお囃子の木を一本伐採しただけでも、資材、獄門が課せられる場合もあるなど、お囃子の伐採は、もちろんのこと立ち入るだけでも厳罰に処されることもあった。明治維新、廃藩置県後も、お囃子は解放されずにそのまま勧有林、ご料林に編入され、 現代の国有林に引き継がれたものも多く存在する。ところ、日本史大辞典。ありがとうございます。